ラスアルララスアルラエングダ首はエチオピア帝国の軍人。アババネがアルラ首の称号でも知られる。エチオピア皇帝ヨハンニス4世とその後継者を助けて国内の統一と諸外国との戦いを指揮した。そのため、欧州からはアビシニアのガリバルディと称された。エチオピアの九州ラスアルラは1827年、エチオピア北部のティグレ州で生まれる。 この当時のエチオピアは18世紀前半から続く諸高校時代の末期で各地方の諸高が野獣町の統制から離れてそれぞれ勢力を拡大する内乱の時代だった。またラスアルラのラストはエチオピアにおいて諸高校を意味する継承であったがそれは後に封じられた地位でありアルラ自身はティグレ地方の貧農の出自だった。そのためアルラには教育が施されず 生涯にわたって読み書きができなかった。しかしそれにもかかわらず、アルラは聡明であり、体格と機乗技術に恵まれた青年に成長する。本来ならばそのまま農民として生を得る出自であったが、野樹町衰退後のエチオピアでの騒乱の中でも、アルラの出身地ティグレの混迷は軍を抜いていた。ティグレ人同士の内紛に加え、野樹町の皇帝が独立傾向のある、 ティグレ人を警戒して積極的に介入を行っていたためだった。アルラの少年期にはティグレ人の内紛の勝者と皇帝軍が激突して双方の指導者が戦死する事件が起こっている。その戦乱の中でアルラを見出したのはティグレ人の実力者の一人ティグレのカッサの叔父の一人だった。ティグレのカッサの叔父のもとアルラは急速に頭角を表していきついには カッサのおじの娘婿となるに至った。これは、カッサの一族入りを意味し、主に軍事においてその才能が徴用された。特に略奪に関して容赦がなく、アルラの信仰したそんな国は何も残らないと恐れられた。またアルラの口調はゆっくりとして、外部の人間に対して態度は常に低調であったが、決して笑うことはない人物だったとされている。アルラが、 戦乱に身を投じてからもエチオピア全土の混乱は続いていたが、次第に各地方を統括する勢力が生まれていった。アルラのいるエチオピア北部のティグレは前日の混迷のため空白地帯となっていたが、隣のセミエン地区の大主、ウーベ・ハイラ・マリアムが侵入して支配し、両地区にまたがるエチオピア北部の最大勢力となった。ティグレにおいてアルラの属するティグレのカッサは、 それに次ぐ二番手にあった。他の地方では、北西のゴジャム州をビルルが制し、中部のショア州は、ソロモン王朝復活を目指すサフレセラシエが統一した。しかしそれらの中で覇者となったのは、エチオピア最大民族アムハラ人の住むアムハラ州を制したカッサハイルだった。カッサハイルは1853年に事実上野獣、アサをが解させると、 セミエンテグレのウーベハイラマリアムを屈服させ、翌年には、長の王を名乗り、ソロモン王朝を復活させた。それに伴って、カッサハイルは、テオドロス二世と名乗るようになる。テオドロス二世は、帝国建設のためゴジャムのビルルを降伏させると、ショア州のサフレセラシエオも屈服させて、その孫メネリク二世を、人質として、首都マグダラに招いた。 ティグレのカッサも流星一しいテオドロス2世の勢力に侵入している。だが諸侯が新たに誕生するエチオピア帝国に組み込まれていく流れに一度降伏したセミエンティグレの主、ウーベ・ハイラ・マリアムの野心が耐えられなかった。ウーベは降伏したことを後悔し、クーデターを企てたが、それも露呈して完全に排除される。これよりティグレはセミエンの支配を抜け出し、 ウーベに代わって、アルラの属するティグレのカッサがティグレの第一人者と目されるようになった。こうして、諸侯の上に立つエチオピア帝国を作り上げたテオドロス2世は帝国の枠組みを広げ、周辺地域を積極的に領土へと組み入れていった。これによりエチオピアは現在の国境線にほぼ等しい骨格を形成したが、一方で、急進的な中央集権化を推し進める政策は、 各地で圧力を招いた。特に諸外国との外交の妨げとなっていた、濃度性の廃止を命ずるに至り、各地方のラスは、明確に反発して、テオドロス2世の改革は停滞した。この挫折に対し、テオドロス2世にはかねてから支援を受けてきた、西欧諸国の助力を期待したが、イスラム国家の脅威は、オスマントルコの衰退により減少し、この時期には、西欧諸国は、 キリスト教国家であるエチオピアへの関心を急速に失いつつあり支援の要望も無視された。そのため手詰まりとなったテオドロス2世はついにイギリス人商人を拘束して要求を通そうとするが逆にイギリスの大規模な侵攻を招いてしまった。この時はすでにアルラの属するティグレのカッサもテオドロス2世を見捨てており孤立無援となったテオドロス2世は マグダラの戦いで大敗し、自死を選ぶことでイギリスとの戦争を終結させた。1868年、エチオピアの首都を陥落させたイギリス軍は拘束された。商人を救出すると予測される混乱を避けて、エチオピアを放棄し、あとは皇帝を失って、再び軍友拡挙に戻ったエチオピアが残された。ひとまず、エチオピア帝位は、ゴンダールの行政長官ギオルギス2世が、 ザグーエ朝の末裔を称して継承を宣言したが、その権威はゴンダール周辺にしか及ばず、明らかに実力を欠いていた。この状況をエチオピア制覇の後期と捉えたのは、エチオピア北部最大勢力となったアルラの属するティグレのカッサとテオドロス2世の人質から解放されて地元に帰り故郷のショア州を掌握したメネリク2世の2勢力だった。両者は、 アムハラ人最大の都市ゴンダールの派遣と、それにより獲得できる王の王の地位を争い、いち早くギオルギス二世を打ちまかして、これを制したのは、地理的に有利なアルラたち、ティグレのカッサだった。これによって皇帝に即位する、正当性を得た、ティグレのカッサは、皇帝即位を宣言し、以降はヨハンネス四世と名乗る。アルラは、このヨハンネス四世に特に信頼され、 1871年には、ついに主要な軍事指揮官に任じられ、同時にラスアルラとなる。だが、これは、ラスアルラにとって、ヨハンネスの皇帝即位を未だ認めない諸話のメネリク、エチオピア領への野心を見せる、エジプト、マフディ教徒が勢力を広げるスーダン国境、ソマリア方面から、オモロ地方に植民地を広げ、エリトリアをも狙うイタリア、 内政干渉を続けるイギリスとフランスといった勢力との対決の人頭に立つ責任をおうちであった。ヨハンネス四世の支配に対抗する諸話のメネリクが頼ったのはエジプトだった。この働きかけにエチオピアの諸公の一人、ウォルデミカイル・ソロムンも同調し、エチオピアは内通者とエジプト軍の双方を迎え撃つ必要が生まれた。この状況をほぼ一任されたのがラスアルラであり、 期待に応えて1875年に、ンデトでエジプト軍を撃破し、翌1876年にワグラでエジプト軍を排除した。一方国内ではヨハンネス4世は、メネリク2世の地盤である、ショア州で内乱を起こさせ、1878年に圧力を加えて屈服させる形で和平を結ぶ。これにより、メネリク2世の影響力はエチオピア南部に限定され、 南北に分割統治者することについて合意が成立する。このため内通者ウォルデミカエル・ソロムーンは孤立し、ラスアルラの構成によって1879年に降伏した。1883年、イタリアがエリトリアの植民地化を宣言する。エリトリアはエチオピアと北に国境を接する隣国であり、ラスアルラの属するティグレはエチオピア北端にあるため資金の距離にある地域であった。 この時期、イタリアはアフリカの角と呼ばれるソマリア南部をすでに保護領としており、エチオピアはイタリアの植民地に北と東から侵食される形となっていた。またイタリアは依然としてエチオピア第2位の地位にあるメネリク2世に接近し、エチオピアへの介入を本格化させていく。メネリク2世も軍隊の近代化の必要性からイタリアと独自に通商条約を結んだ。 これにより、植民地化の後期と見たイタリアは1885年、エリトリアのマスサワを占領し、ヨハンネス4世の領土へも、軍隊を向けて、エチオピア領のサハティを占拠する。そのためヨハンネスは、イタリアとの対決を決意し、ラスアルラに軍事と外交の全権を預けて、対イタリアの責任者に任命した。アルラはその権限において2万の軍を編成する。 しかしこの当時、イタリアと積極的な通商を行って、新型ライフルを揃えた昭和のメネリクとは、対照的にエチオピア軍の装備は旧式ライフルがほとんどであった。だが、イタリアの期待したメネリク2世も、本心では植民地化を拒絶しており、その期待をよそに中立を守り続ける。また、メネリク2世は離縁した妻に代わって、ラスアルラの妹、タイトを5歳に迎え、 ヨハンニスとの緊張緩和に努めた。メネリクの妻となったタイトゥは、アルラに似て、気丈な女性で、直情的な夫をたびたびにめて、両勢力の融和を取り持った。国内の安定を受け、2万の軍を編成したアルラだったが、イタリアに占拠されたサハティに、すぐには向かわなかった。サハティはすでに、イタリア軍が、機関従人地を築き上げており、その攻略の困難さを把握していた。 そのため軍を動かしたのは1887年に入ってからであり、半分の1万をサハティへの抑えで残しつつ、残りの1万の進路をサハティではなく、イタリア軍の補給拠点があるマッサワ方面に向けた。しかしこのエチオピア軍の動きに、サハティのイタリア守備隊は2万の軍に攻められると思い込み、マッサワに向けて援軍の要請を行っていた。マッサワのイタリア軍は、 その要請に応え、540名と、期間十二丁からなる、クリストフォリス隊を応援に向かわせる。クリストフォリス隊は、緩やかな速度で前進し、マッサワカラサハティまでの中間点となるどがりに到着した。しかし、運悪く北進を続けるアルラの知るところとなり、これを逃す理由はアルラにはなかった。夜のうちに一万の兵士によって、完全な包囲網が敷かれ、朝焼けの中で、 クリストフォリス隊は壊滅した。540人中450人が戦死し、83人が負傷したことで事実上部隊は消滅する。しかしこのどがりの戦いをイタリアは残忍で卑劣な蛮族の騙し討ちとし、どがりの虐殺としてエチオピア軍とあるらを非難した。イタリアはこれにより自らの信仰を蛮族を文明化する手段として正当性し、同時に 国内のナショナリズムの公用を促して、志願兵を増加させた。このどがりの戦い以降、イタリア軍とラスアルラの戦闘は、停滞状態に陥る。ヨハンネスは次々と兵を編成するものの、旧式以前の装備すら調達できず、小規模な衝突では、イタリア軍にたびたび敗れた。アルラの式でも、戦略目標であるエディトリアの奪回は、ほぼ不可能であり、さらにエディトリアはもともと、 オスマントルコに支配されてきたエチオピアと関係の薄い土地で民衆によるエチオピア復帰のための先導も望めなかった。一方イタリア軍も支配領域を広げるには兵力が欠乏し補給線を脅かすアルラの動きでサハティに閉じ込められていた。やがてこの戦いはイタリアのエリトリア支配という現状を追認するうっちゃり条約を結び停戦するまで睨み合いに終止した。 1889年、マフリー教徒ら6万の軍勢が聖戦を発動し、スーダン国境からエチオピア領に侵入を開始した。エチオピアはエチオピア正教を国境とするキリスト教国家だが、国民の30%はイスラム教徒であり、彼らは様々な権利を制限されていた。この対応を誤れば、イスラム教徒が多い有望国民をロモ人と結びつく危険性があった。 そのため皇帝ヨハンネスは自ら軍を率いることを決め、ラスワルラを補佐役としてマフリー教徒の拠点を攻略していった。その攻撃は順調に進行し、次々とマフリー教徒はスーダンに追いやられていったとされている。しかし同年、ヨハンネスは戦死する。戦闘中に心臓上部を撃ち抜かれたのがその死因だった。漫画師者ヨハンネスには、 実施がいなかったが、かつての内乱期には、皇帝の選手がたびたびあったため、戦争の前にヨハンネスは、後継者をすでに定めていた。後継者は、義理の妹の息子漫画シ者であり、当時は25歳だったがすでに戦いを指揮する、デジャスマッチについていた。ヨハンネスの側近への遺言は、漫画シ者を頼むであり、ラスアルラもヨハンネスに向けた忠誠を同様に、漫画シ者にも捧げた。 だが、若年の漫画者では、昭和のみならず妻のタイトを通じて、ティグレにも影響力を持ち始めたメネリクに、戦略でも、軍事でも対抗できなかった。それどころか近代兵器で武装したメネリクの軍への対抗から、かつて、メネリクがしたように漫画者は、イタリアに接近しようとする。その外交を受け持ったのは、ラスアルラであり、ドがりの経緯からイタリアを、 心底嫌い抜いていたにもかかわらず、友好関係の樹立に邁進した。しかしこれは帰って諸侯の支持を失わせただけに終わり、漫画者は孤立する。対立が始まって、数年のうちに、メネリクの切り崩しによって、漫画者を支持する大物は、ティグレでさえ、ラスアルラただ一人になっていた。1894年、ついに、ラスアルラは、メネリクに対して、敗北を受け入れる。 アルラは、漫画使者と共にメネリクの元にひざまずき、首に石の重りを吊るすことで、服従の姿勢を示した。メネリクはかつて、ヨハンニスとの勢力争いに敗れ、同様に、上半身裸にさせられた上で罪人の首かせをつけ、ひざまずかされた経緯があったが二人を許した。漫画使者は、ティグレの有力者として末置かれ、ラスアルラに対しては、激烈に歓迎して自軍に迎えた。 これは、イタリアとの再度の対決が確実になった状況を踏まえてのもので、特にどがりの戦歴を持つラスアルラは、軍事的にも、政治的にも重要な存在だった。1896年3月1日、エチオピア軍は侵入する2万人を超えるイタリア軍と、ティグレ州のアドアで激突する。この、アドアの戦いに対し、皇帝となった、メネリク2世、その妻、 タイトゥが軍を率いて出撃し、マンガシャララスも結束して、対イタリア戦に参加した。69歳になっていたラスワルラもアドアに参戦している。エチオピア軍は、陸軍大臣、ムルゲタの指揮を受け、多大な犠牲を払いながらも、攻勢を続けて、イタリア軍を敗走させた。イタリア軍は3つの旅団のうち2つが、戦闘不能となる大敗を喫し、 現状維持での講和を結ぶしかなかった。アドワの戦いの1年後の1897年、ラスアルラは70歳で没した。漫画使者を後継者とするヨハンネスの遺言を守ることはできなかったが、諸外国からエチオピア帝国を守る選定の意志は、その長年の敵対者と共に果たした上での死だった。ティグレ州州とメケレには彼の名にちなみ、 アルラーバネガ空港が存在する。ありがとうございます。